来てくれたか、思うところはあると思うけど一刻を争うんだ。一緒に来てもらうよ。はい、あそこまで落ち込んでいるアリシアは見たことありませんでしたけど。頑張ってね。できれば危なげなく無双警察人のようにかましてくれたらもうベスト。無双警察人の意味がわかりませんけど、尽力は尽くしますよ、当然。さあ行くぞ、元凶潰して勝利を勝ち取るぞ。そうだソルテ、気配はまだ感じれるか。パト様は高すぎるオーラは感知できないんでしたね。はい、アリシアの気配とウルさんの気配、まだぶつかってますね。それにしてもウル、すごいわね。全体的なステータスで負けてるのに偽物とはいえアリシアと対峙できている。能力違いのステータスでカバーしているのか。パト様の言う、ミガドルエデン、恐ろしい力だ。あのトールも倒すし。あの、パト様、その方は新たな戦力でしょうか。その方、誰のことを言ってるんだ、ソルテ。ハロー、待っていたよ、エサ。ソルテ、俺の知らない奴だ、テクト見ていい？それでは排除ですね。攻撃したらダメだよ、相手はわざわざこっちが攻撃することを誘っているんだから。ミエル、あいつのことを知ってるのか？うん、クレイジーアイで私たちがはぐれた時にね、その時も襲ってきたけど軽く追い払ったから。お前、聞いてないぞ、アリシアによくもマーホーレンソーのこと注意できたな。あの天使、あれは剥がしておきたいな、となれば使う能力は。彼女は単純な暴力では絶対に勝てない。ソルテ、あなたは元凶のところに行って、この子は私が対処する。任せましたよ。二度も私の前に顔を出すなんてバカなのかな。出兵するって言ったの忘れた。仏の顔は三度までかもしれないけど、慈悲の天使王の顔は二度までだよ。全体支配、ギルティシャイン。ふぅ、バキってきたねー。さてと、いきり散らしてるところ悪いけど、君には退場してもらうよ。色欲支配、欲情増しきま。色欲支配、君、色欲、って落ちたんだ。栄光、の天使、色欲、属性の打天使、情けない。ミエルの辛抱たまらんでー。いや、主様何色欲にハマってんの？って仕方ないか、主様精神攻撃耐性全然ないし。このタイミングでセクハラされるのはあれだけど、グッついてるおかげで護衛しやすい。どちらにせよ私に近接はないし、撃ち落とす。へぇ、動揺しないんだ。思ったより心許してるんだね。ならせいぜい逆ってろ、そのアマタノフの感情が僕の餌だからね。ああ、どうせこのまま押し倒されてって話でしょ。でも残念、別に体は許してるけど時とばをわきまえないのは許してないから。やっぱり邪魔だからそこで寝てて、ヘタレがセクハラする度胸もないのは十分理解してるからさ。切り替えと容赦がないな、本当に天使か。攻撃はすごいけど当たらないと意味ないと思うけど。こいつが狙わないのは私の感情を観察してるからだろう。同様を見せないとこいつ絶対に攻撃してこないだろうし。だから天使同士の戦いとなると嫌なんだよな。単純に面倒くさいし。ほらほら、粛清するんじゃないの。怪我一つしてないんだけど。本当邪魔だな。攻撃も僕の能力を理解しているせいか、どこかはみ出が悪い。当てに来てるとは思えないんだよな。じゃあ僕はね、こうするとしよう。転換支配、天地で使え。僕の世界にようこそ、慈悲。自慢げにこんな世界を見せられても、別にやることは何も変わらないよ。現在支配、天罰。代理支配。バカだね、罪を犯してない私が天才のターゲットになるわけないでしょ。でもに思ってわかったよね、君の代理も転換も色欲も無意味、天使の戦いなんてこんなもんだよ。じゃんけんと同じ、相性がいいほど強い。だから慈悲が4位なの。君たちからしたら優しいだけの甘い連中がなんで4位なのかって思ってるかもだけどね。全体支配、全員。私は慈悲の天使王、あなたたちの受けた罪、全体で償った罪、それを私は慈悲の名のもと許します。さあ、私に懺悔し罪を私に返上しなさい。そしてあなたたちは罪という苦しみから解放してあげましょう。こいつ。たかが天使の分際で神の見業の真似でどう？キノコだよ。まさか今まで無駄に天才を使っていたのって？気づいた、罪というのはね、生き物から無機物にまで存在するの。もちろん生物や無機物によって与えられる罪というのは違う。地球の人間の場合なら7つの大罪、獣だと6つの大罪、自然なら12の大罪、まあ大雑把だけどそんな感じ。人間だけが特別なんてありえない。もちろん天使だってね、多くの罪を犯した者すべてを私は罰し、そしてそれを許す。ほら、こんなに罪という苦しみから解放されたかった者たちの罪が集まった。でも集まった罪は誰かが肩代わりさせないとダメなんだ。ゼロになるわけじゃないからね。ほら、あそこに罪深き天使のなれの果てがいるよ。あの子ならみんなの罪を受け入れてくれるんじゃないかな。
そりゃ、わざわざ恐怖が欲しくて奇襲を仕掛けなかったのに、今は自分自身が恐怖を感じて、その恐怖から逃げ出したくて私の前に来た。エンジェルフォート。さて、罪と共に滅べ、お前が代理を押し付けても永遠とお前に罪が追いかける、滅びるまでだ、せいぜいあがいてね。全体支配集約滅罪。なら僕の罪、君にあげるよ。色欲支配、汚染欲望だ。睨むなよ天使、お前がやったことだろ。お前、よくもその薄汚い色欲を私に。お前は私ごときの弱い色欲なんてすぐに浄化するだろうからな。一瞬でよかった。一瞬でも僕の代理でお前が罪の標的になっていればそれでね。わあ、エンジェルコート、あれのおかげでお前に向けた罪がまた僕のところに帰ってこなくてよかったよ。ただ一瞬だったから説明には至らなかったのがもどかしいかな。おお、やっとお前から美味しい恐怖の感情をもらえた。美味しいね、本当に美味だ。だが残念、君は栄光、属性の天使のあしらい方は知ってても、色欲、属性の打天使への知識が乏しかったようだね。さて、あっちの餌はまだ僕の色欲に夢中、都合よく君を助けてくれるナイトにはなってくれないみたいだけど。もうここで消えておくか、慈悲は治療に特化してるからね、放置して恐怖を食べ続けたいけど、回復されたら僕が危ないや。保険、あ、保険、ヘブンズハート、フラ。奇跡状況でしか私の出番が存在しないこの理不尽に私は自分の存在にやるせなさを感じるよ。ふーん、あそこまで駅前で助っ人用意してたんだ、情けないね。何のつもりだ。お返しだよ、私に色欲なんて汚いものをつけたね。お礼に慈悲を開けてあげるよ。消えた。はい、余計なことをしない。ミエルが消滅したらネルと主様に怒られちゃうよ。はぁ、それとさっきからこの世界、本当気分悪くなるからやめてよね。さて、渡されたオーラは一オーラか。能力は扱えても多分規模はそこまで出せないし、どんなものか。中はオラが頑張ってるみたいだけど、間違いなく助っ人に行くにしても火力不足、邪魔にしかならないし、目先のことだけ考えてたらいいかな。色欲支配、欲情心筋法。君、そんななりでディフェンスタイプなんだね。本受け身で、誘ってくるタイプ。ヘブンズハート、こいつもか。さっきハレンに止められてムラムラしてたんだ、面白い。ただこいつはあの天使と違って僕の性質を知らない。さあ攻撃してこい、全部お前に押し付けてやる。うん、とりあえずそうだな。地中深くまで沈め。は、地中深くで埋まってそのまませいぜい誰かが相手してくれるまで待ってるといいよ。ふ、なんだこの力は。傷は代理でどうにかできているが一向に攻撃が止まらない。私の理想支配、使うには使えるけどオーラ消費すごいな。長々と戦闘できないかも。なんか攻撃されてる。あいつが開けた穴を全部塞いでも元通り。そうだ、私に攻撃してくるなら奪いし。今地中に落ちてるやつは能力使っちゃダメ。しっかり目の前の事実と向き合って。はぁ、能力が、あのクソガキ、こんなでたらめ、ありえない。待って、私の能力消費こんなに多かったんだ。1000億オーラが一気に600億まで減っちゃったんだけど。絶対に許せない。本来の力があれば近接でも戦えたのに。本当弱いね、先が思いやられるよ。さて、どうなってるかな、あっちは。何やってんの、バカウル。何あれ。主様、ミエル、無事？次から次へと、城全開しちゃってるけど大丈夫なの。あれ、今来たばかりの私がわかるわけないじゃん。主様は、頭の打ちどころが悪かったのかまだ目を覚まさないよ。まったく、大事な場面で。とりあえず、離れよう、あれは本当に危険だよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。